ドンコが弱いキャラ使ってんの似合わへんわ、ほんまに。まあ言うて日本選手やったらスレイヤー別にありますよね、これ勝てなくはないというか、中央攻めが強すぎるかな、このスレイヤーのねあのステップからの前後タクがマジもう、いやスレイヤーね、中央の方が置き攻め強い、置き攻め強いのやばくないですか、うん、マジでさあドンコバースト、はい景気よくドーン、ドンちゃんドンちゃん、ダッシュ出なくて出なくて立ち回りに戻って、さあドンコは適当に技を振る、適当に振って、あー、ドンちゃーんガロさあ、キースからあー、今のレンガじゃないから崩れたやつさあ、バックしてから、ジェランはい、ノッ、あっとミス、キースが出ないかな、あーっと、ちょっと危うかったが、ドンコは半笑いで一本選出される、さあドンコ逃げて、しかし追いつかれる、さあ意味不明な足払いなんで足払いこすってんのさあドンコが追い詰められているが、橋ガーデン、あでも結構教えさんの体力も減ってる、無理そこやってるから、そこかな、じゃあクニさんとノントさん、クニさんとノントさんおられますか、ノントさんいますね、クニさん、クニさん、クニさんがいない、あ、いたいた、あ、いますね、じゃあクニさんとノントさん、はい、多分一個だけ空いてる状態あると思うんで、そこでお願いします。さあ、お尻一本選手、さあドンコは試合中にあくびをするぐらい緊張感がない、この男はどうでもいいのか、試合はもはや諦めてるまであるさてさて、さあ手だけ SS から、なぜ暴れている、意味不明、ガーデン落ちてね、下段中段ガードガード、さあマップハンチ、いいマップハンチだが、バースト切り返して、さあジャンプした系でね、そう空中制御があるのはいいですね、スレイヤー、さあしかしコンボに行けないマジレスされた、もうええからみたいな感じで落とされましたね今さあサンデム中段マイハイから、あーこれ無理なやつ、ウインガーさあドンコお腹痛そうドンコお腹痛そうだが、エリアルからさ、画面端が、端はきついっすねじゃあすいません、ティーマさんと NO さん、ティーマさんと NO さん空いてる台でお願いします。さあドンコ画面端マウントポジション抜けれない、あーこれバラで終わりなやつや、カウンターしてた、はい今空いてるはずっす、はい、では、さん、さあドンコノーフューチャーノーフューチャードンコおーさんで一番、右の台でトールさんとクニさんお願いします、一番右の台は、あ、ごめんなさい、一番左で、背徳の炎さんとセリさんで、右の台でトールさんとクニさんお願いします。さあ、熱いカードが始まりました。押しでバーサス進む、さあ、相当早い試合になることは間違いない、裏回りタッチパン、キンスシャガハイガスカル、
シャガイスガンマー S ハイコバースト使う消えて裏からダストに暴れている。アドブリッツも空振ってしまう。さあ一本選手先行の押しでさあ裏回ったが競り勝ったのは押しでゲーダー。あっとこのミス確定搬入 D ジャンプ D 裏からあー何かが出たガードガード投げが通る。ガンマ裏からだがリターンはない。さあ出して裏からバースト使う。さあチップもう一回バースト返ってきた。 S ハイ競り勝ったの惜しい。 S ハイ相当厳しい。あーシャガハイ置いていた。勝つんか。さあ一本選手押しゲー。いや DC さんはそりゃ怒られるでしょ。さあさあ1-0さあ投げたのはチップ裏から KKKS いいダメージ。さあ競り勝ったのはチップ表バースト使う。さあガンマブレード差しがあって投げ漏れには着地足払い1個もつながらない。そのまま降りたかかんない。さあ画面端さあチップップはまだ怖い。ヘルファイアウィンが食らうと即死の危険性まであるが守り切った進むチップ。さあ今度は競り勝ったのはミリアバスを使うジャンプハイ途中から食らうが状況は良くなった。ジャンプでカウンターエスタンネムキードからSSS はい。さあ糸口が欲しいがミリアのエースが強い。ガーデンアルファで逃げる。なるほど。あー裏にもちゃんと判定あった。甘いっすか。完璧パーフェクト。さあダッシュが出ないがジャンプでカウンター。さあサイレントフォース警戒で対空をしっかりバックジャンプにしている。えらい。あ、わかりました。ジャンハイが落ちない。裏からだがつながらない。足払い着地よりベータブレード投げ競り勝ったのチップ暴れだがチップの攻めが細かい。タッチパンチさあ早すぎる。避けていくよ。ガンマブレードをブリッジしてさあ攪拌ビビさあ S ハイこういうコンボさあ出なかったか。わーと投げたのチップ。あそこを投げるのは素晴らしい。さあちょっと早すぎるんでちょっと早すぎるんで試合をオッケーもう完璧ルカさんの宣言俺のやることはない。はいどうぞ遊んできてください。じゃあ FT さんお願いします。ごめんなさい。早すぎますね。さあまずは投げ勝ったのはミリア。さあ裏に行ったがなぜか投げたのミリア。ガードガード
あーとなるほど、経定員に立ち回りでタンデム巻いてるんですね、あれ。タンデム機関がやっぱ、なんやろ、タンデム機関ド安定ですからね。飛び道具機関の一種やから、ほんまに立ち回りでの安定コードの一つとしてすごい強い、はい。さあここはベータブレード割り切っていく、ギリギリ張り付いた画面端、きつい。これはサイレントフォース、まあアルファ警戒しつつって感じですね。確かに逃がさないように。しかしもう予断を許さない体力差。消える、消えて、ラスト押しでといえばダストが立てない。はい、とか言ってる間に決まりましたね。さあこれでおしげがリーチですね。リーチです。さあケース着地、足払いが刺さって、もう一度着地中断、これがコンボになってしまう。最終バースト待ってからの攻めガーデン、これですね、最近研究されてるのが張り落としからのガーデン。スラッシュとやってること一緒やないか。何が強いって、このゲームの防御手段のブリッツがほぼ無効化されちゃうっていうのがね、うん、抗えないんですよね。いや、ミリアといい、エディといい、いつも共通システムを無理する連携をしてくるんで。トゥーレイバーストするしかない。これは苦しいですね。さあバラ、とりあえずバラ、しかしチップは捕まえて、バラが、うあ、繋がってしまう。あーこれは、いや、ダウンしたミスっている。さあ、あーエースが刺さる、勝ったのは惜しげ。あ、勝った松原さん勝ち。ここかな、ここっすね。ケタコメイク、オッケーっす。多いです。じゃあすみません、順番にやります。一番左の台で国さんと無理心さん、一番左で国さんと無理心さんで、真ん中で壁際の DC さんと、あ、多いです多いです。じゃあごめんなさい、真ん中で無理心さんと国さんで、文句ばっか言いやがってよ。じゃあごめんなさい、 DC さんちょっと飛ばして、一番左で、灰谷さんとメソさん、一番左で灰谷さんとメソさんで、一番右の台で空手健二さんとノントさん、一番右の台で空手健二さんとノントさんでお願いします。対戦相手わからないとかあったらもう一回言ってください。さあ試合早すぎる系か。一歩選手は惜しい系。あ、ごめんなさい。はいはい、オッケーです。さあミリア早すぎるわ。バースト我慢した。さあ全く予断を許さない大陸上場だが、黄色黄色黄色3回黄色した。さあさすがに新キャラではまだ厳しいか。しかし戦途上って感じですもんね、エルフレートは完全。そうですね、うん、それでもケチャンさんはラムレザルを出さないと、出さないエルフェルトで行くと。さあ 1-0 押しげだがあるか、マイハイ投げてと、お、かなりいい感じの連携ですね。しかし上からが厳しい。ラムレザル足元結構でかいですね、今ので足払い届くんや。うわっと投げて、さあショットガン装備から、そう多分これ分からないですよ、おしげ。そうなんですよね、知らないことされるとさすがに厳しいですね。ショットガン中の S が有利なんですよね、ガード刺して。そう上半身無敵のガード刺して有利。さあしかしガーデンルート前へて厳しいか。バラバラデッカングル。さあバラがある以上ミリアを捕まえないと厳しすぎる。
バラ盾にしてガーデンはなかなかに終わってますね。汚い。捕まらない。さあしかし爆弾がいい感じに発生補助。さあ爆弾。枠が当たる。オーバー。さあガチャン。足払いが重ならないが。ブライアンエクスプレスタッチパン。さあ金馬を当てる。金馬。さあこのゲージどう使っていくんでしょうね。絶対何か出なかったくさい。前転前転。出たんでる。さあショットが持って走ってエース。これはさあワンチャンあったまだある。ブライアンエクスプレス。上からいやー抑え込まれた。どうなってる。今は。押し出てたんですね。ベスト8の3戦目。いや、これウィナーズ8の最後の試合ですね。いや、あ、ごめん、あ、3戦目最後から、そう、3戦目さあ、投げ漏れ。おしおし、発生する。さあここでガーデン、さあ足払いはまりしている。コンボ行く。さあ、ちょっと広げ、ちょっとミス。はい、投げてこの落ち茂の身には横押しがね、本当に強い。そう。で、俺の携帯どうぞ。さあ、ケちゃんどうする。おっと、そこでうまく。あ、うまい。しかしコンボに行ってケズ。エルフェルトコンボむずいっぽいんですよね。さあ、キンバラが当たらない。さあ、ケズ、うまい。うまい。 D でダウンを取る。投げて、上から、上を防いで。しかし、投げたのはなぜかメディア。あーエース刺さる。ダッシュエンエース。見えてしまった。あ、これも結びの一番ですね。おしげ対エフテ。はいはいはい。さあさあ、1年始まってますね。なんか昔はこれ結構、はい、いい勝負やった気するんですけどね。あーらしいっすね。うん、なんか横イルカめちゃくちゃきついみたいな。あーはい、まあそれはでも多分変わってないんじゃないかな。うーん、あーじゃあメイメディアに似てるのはかなりいいっすね。ミスったか。ゲランガード、ゲランガード、キンバーソー。さあ操作がちょっと怪しいが。え、ラッコでフレーム消費すんねや。マジで。へぇ。あ、しかしダウン。かなりきつい。しかし、ミリアなら。うわぁ。あぁ噛み合った。一本選手は F ってメイ。うわぁ。難しそうっすね、ミリア側。かなり難しそうっすね。横いるか常に気にしやなあかんし。そうっすね。で、多分今作のミディアの対空性能じゃ、うん、メインの飛びもかなりきついと思うんですよね。そうっすね。しかし走りダウン。空中制御もあるし、あうまっ。うまい。こうなるとあーこれはもうマウントポジションですね。はい、馬乗りバルカンパンチですね、もうこれは。あーうまいな。あ、上レパー。なるほど。あーなるほど。しかしこれは残る。エース。おしげさん、ほんま他のエリア使いと比べて対空がめちゃくちゃうまいっすよね。そうですね。そう、的確なんすよ。うん、マジかよみたいな対空されるから、対空でほんまにうわこいつうますやろって思うのかなり少ない。あー確かに。うん、まあ、展開早いゲームですからね、的確に出すのは相当難しいはずなんですけどね。え、空対空とか潜りとか、はい、タッチパン先端とかめちゃくちゃ使い分けてくる。さあリル、さあカフハン、うわ出そう。うまい、うまいな、見てるな。マイハイ、これはガーデンルート。空中ブリッツだが読み勝っている。タンデム、あーアイアンセーバー無理。あ、これはガーデンルートで、あーいやーこうなってしまうともうキャラは関係ないですね。おしげさんが一本選手でジャンプハイで必ず落ちるっていうのがやっぱ今回強みですよね。そうですね。いやは前まで落とすのに四苦八苦してたんですけど。そうですね、まあ簡単に落として自分のターンに持ってきやすいから、はい、今回は
そうですね、それかなりいいとこっすね。そうですね、勝ちパターンに持ってきやすいっていう意味では、うん、そこは強化点かなって感じですね。ガーデンルートもちょっとかなりできてきたっぽいから。あ、そうなんすか。うん、やっぱり針で落としてガーデンっていうのがちょっと今主流っぽいですね、見るに。あ、バラとかどうなんすか。あれもただのハメ技に見えるんすけど、バラは多分ダメ押しっすね。あ、相手そうそう最後ダウン取って残り 2,3 割で、ゲージもバーストもなかったらもうダメ押しみたいな。はかれるとちょっと嫌っすもんね、ゲージ、ね、バーストで飛ばされると。じゃあドラインみたいな感じですかね、ソルの。なるほどなるほど、殺し切り。そう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 。さあコンボにはなってないが、早い、早すぎる。バックジャンプ系、それは無理。あ、マジか。おしげさんちょっとゾーン入ったなこれ。いやーっすねー、今の試合展開はちょっとゾーン入ってましたね。あったまり切ってますね。はい、ジャンプでカウンター、バックス。あー、なんてしゃが、ハイが出るのー。F 手はちょっと、演出強すぎる。さあ F 手さんから厳しいが、さあ走ったスタンプだが前入りが、と足払い出ないか、ゲーゲーで崩れて、さあこれもガーデンルート無理ー。あー強い。惜しげー。さあ、というわけでおしげさんがウィナーズファイナル進めて、やばいな、決勝が通る。 あれ、なんか BB のあれ、はい、あいつを彷彿出させるんですけど、あのカグラスか、カグラスね、タメキャラで構えがあって、ね、派生があって、それかなり言われてますね。そうっすね、カグラっぽいっていう。あ、ちなみに BB のカグラはクソキャラやったんでレオはそうならないことを祈るのみです。あっすね、あ、もう始まってんの。始まってますね。あー、まあ、ミリアソロもかなりいい組み合わせですね、今回。そうですね、やっぱり差し、差し合いは分があるから、ミリア側にどこでタクを通すかって感じ、うん、触りに行くかって感じですね。やっぱりこれもリターンで勝負したいですね。交通事故がめちゃくちゃ多いから、ミリア戦。あー、なんかまあパフといい、そう、まあ、リボルバーといい。ああ、まあそうですね、リボルバーはかなりいいと思うんですけど、ファフニールがちょっとなかなか機能しづらいところが、やっぱあれですね、バリア張られるのが。あ、どっち勝ちました、寺子さん。はいはい、じゃあそこでやっていきましょうか。タブンさんとハイタニさん、奥で一番左でタブンさんとハイタニさん。ファフニールが結構フレーム無視して打たないと当たんないですよね、ミリア戦マジで。ドグラ君ファフリーの打ち方うまい、相当。いやめちゃめちゃぶっ張ってますけどね、あれ。あ、結構難しいんだよね、このいや、ほんまに無理ですね、ミリア戦。いや、うまいと思うよ。まあ、エース食らってもいいやじゃないと打て、うん、打ちづらいですね。うん、そうだね。さあ、おしげさんが一本選手、小足が刺さってボルか。さあ、ジャンプ、何かがカウンターした。5番、うん、早い、前ハイ。うん、前ハイ後が多分相手が慣れてないと、そうですね、結構ソル有利で進めれるんかなとかも思ったり。うん、そうですね。しかしガーデンは、まあ、安全に逃げる。まあ、あれが定石ですね、はい。ジャンプブリッジ、マジでダッシュしてましたけど今。マジか、見れんのかよあんな。しかしボルカニックワイバー、ギャランガード、エース。そう、このああいうとこのエースがめちゃくちゃきついからな。そうっすね、うん、そうなんすよね。ああなるんすよね。そうなんすね。もうフレーム通りに打つとマジでなかなか当たらんからな。そうっすね。まあ、はい、おわばくしてるようにな、ファフニル。あー、だいぶきついな。あー、相当きつい。あー、刺したで、あとソルがエメラルドレインめちゃくちゃ散乱当たりやすいから、 あれがかなりきついですよね。俺も初めて知ったんですけど、めっちゃ当たりやすいですね。そう、S ハイからも、先端足払いからもほぼ当たっちゃうんですよね、散乱。だから 50% 溜まると差し合いのリターンめちゃくちゃきつくなるっていう。そうなんですよ。
こ別にもうソル側 の、 あの S ハイとか別に当たってもいいやぐらいの勢いで、そうなんですよ、ね、結構強気にいっていいですからね。だから 50% 溜まるとあれがやばいぐらいきつくなるんで、ね、できるだけ早めに行きたいんですけど、なかなか、まあ、きついな結構。そうですね、どう通すかっすけど、まあ、ソル側も結構大きいで行きたいんやけど、そうですね、まあこうなるんよなやっぱり。おしりさんの技のチョイスかなりうまいですね、周りと。いやもう相当うまいですね。ね、そこで、そうなんですよね、でもおしりさんなんかそこで技置いてないのに、はい、あここは通らんねやみたいなのがめっちゃ多くて。わかるわかる、そう相当気づいて技の振り方の基準が結構すごいな。そうっすね、なんでやねんっていうの多いじゃないですか。多いっす、うん、めっちゃ多い。多分梅原さんの波動拳こんな感じなんですかね。なんでお前打ってないね今みたいな。そうですね、梅原さんのすごいところは梅波動じゃなくて梅打たない波動やと思う、ね、そう、梅打たない波動、お前さっきまで打ってたやんけ。そうなんすよ、波動が、空対空はソルにブーがあるかな。うーん、あ、まあ微妙なところ、まあ位置によるっすけど、今回はそうですね、割と勝ちやすい方やと思うんですね、シリーズの中では。やっぱジャンハイ、あ、そうですね、やっぱジャンハイは強いですね。まあ外からのジャンディ以外には勝つかなって感じですよね。そうですね、あんまり一方的に負けたことがないので、ソルも 50% あったらリターン全然けど、そうですね、差し合いに、うん、さあ逃がさない。あーあー、まあそうですね、早い早い、無理、早い、うおー、そこ仕込んでんの、マジか。あーこれ2ループした、うわーバットム、しょうがないこれは。はい、ほんまやりがいありますよね、うん、むずすぎるけど。そうですね、まあ僕もまあそんなに多くないけど、いろんなゲーム、そこそこいろんなゲームかじってきたけど、やっぱこのキャラが一番面白いですね。いやマジで決勝です、グランドファイナルです。はい、おしげさんは2回負けても3回か、だからライフが2ある状態ですね、おしげさんは。トールさんはおしげさんを倒すには4回勝たないとダメです。うわー地獄。はい、いやマジで、あの今日言ってたんですけど、はい、今回のソル一番似てるキャラサードの剣やなっていう話をしてて、あーなるほど、ま、マジで似てると思う。そうですね、理論値を叩き出せば最強ワンチャンあるんですけど、そうそうそう、むずすぎるっていう、人間にできないだろうっていうレベルで、ただ面白さガチっていう。確かにマジでサードの剣じゃねえかなって、うん、この理論提唱していきますよ。いいね、はい、でもサードの剣って言っても分かるのが今の若いプレイヤーにどれぐらいいるのかって話ですけど、分からんと思う。さっき多分さんが、はい、あのレオのジャンプダイパン、あれコロッサスのジャンプダイパンやろって言ってて、今のプレイヤーコロッサス分かるやつおらんやろって言って、あ、これあかんやつですね。あ、なるほど、やっぱこういう状態になったらもうバラが、バラが無法なんですけど、しのいだな。うわー、タンネム黄色が強い。差し合いするとちょっとやっぱどうしてもソルがあのフォルトで止まらない間分ゲージが枯渇してまいますね、はい、ああそうですね、逆にミリア側は結構あの溜まるから、あの技を振って止まっていいっすよね。そうですね、ミリアは。そうですね、ソルが止まる場合多分足払い絶対押さないと、うん、きついかなっていうのがあるんで。そうですね、地上戦やっちゃうとどうしてもゲージ差が、そうですね、ゲージ手に入れるとソルかなり有利になるんですけどね。そうなんですよ。うわ危ない今の、きつい、うわきつい。さあしかし押しげさんの押し引きが絶妙。あー砕けろ2段目バネ、うわうまブリンガー言ってんけど。最大めっちゃ減ってゲージもある。先の体が崩れない。T、はい、さあこうなるとまとまったリターンを取るにはファフかリボルバーか足払いカウンター。だからおしげさんもそれはないように立ち回る。うわ無理やり突っ込んだが演奏している。そうなんすよね、やっぱりああいうとっさのテイクダッシュにもやっぱおしげちゃんときっちりタッチピーを置いて的確に対抗してますね。
ああいうのがあるともう横から行ってもダメだし上から行ってもダメっていうイメージがついちゃうと、うん、余計強気に技を振られちゃって。そうっすね。まあやっぱファフニールともうくらっ、そうっすね、牽制くらってもいいダッシュかな。そうっすね。いやーそこの立場よ。ごめんなさい、食らってもいいと言ったけどやっぱこの状況きついっすね。いやまあでも打たないとちょ、うん、そうだね。あ、さあバースト使わない。そう、これはうまい。バースト使いませんでしたね。あーあ、そうか、もっとまあ大事なと、あ、うん、いや難しい。うわ、うまっ。あー、呼んだのか、呼んだんかな、うますぎる。レベル高いわこれ。そうですね。バフニールカウンター、着地取りが間に合わなかった。出ない。ちょっとディレイが足らなかったかな。リボルバー、さあ取りかこ、ゲランガード立ち合い、リボルバー、リボルバー、さあしゃがみくらいしたのか、知らない。さあしかし取るより、さあキーキャンテーラで突っ込んで最後は削り。やっぱゲージがないとミリアはリボルバーをとがめる手段がかなり厳しいですね。そうですね。あの前転追加派生攻撃でカウンター取れるんですけど、あーちょっときつすぎるな、かなり物販になるんで、あんまりリボルバーをゲージなしでね、リスクリターン合わせようと思ったらミリア相当ぶっ張らないときついんで、あー読んだか、読みましたね。しかしゲージ差もソルかなり有利、ゲージ運用かなり大事ですね、ここ。そうですね。まあ、こっからでもミリアでも全然ありますからね。あります。50% あると、なんでも。やっぱ昔みたいに、シャガエスもいるんですかね、ちょっと。難しいところっすね。ねあの、足払い食らった時のリスクリターンが合ってなさすぎて。合わないっす、全く。うん。あ、出ない。で、足払い食らったらあかんやんってなると、そうですね、ちょっともうかなりきつくなってくるんで。そうですね。このゲージ状況ならミリアを捕まえたい。足払い早いが、あ、リボルバーならバースト耐えできてたな。リボルバー、リボルバー、やっていく。さあ、トールさんの地上戦よ。ここでトールさんが勝つと1次です。ここでトールさんが勝つと、リセットになりますね。あ、なるほど。さあ、1-1になりました。さあ、橋、うわー、いいブッキラー。そうやな、しっかり仕込んでいる。あ、なるほど、この場合 DDD なんすね、コンボ選択。ね、いや、本当は DDD が入るんですよ、ちゃんと。あ、まあまあ、はい、あ、でもミリアちょっとむずいな。むずいから、金 S とかで高さ調整するのが結構簡単でいいっす。あの、金 S からジャンディーを見っていうのを、あの、昔のディズニー用のディールを思い出しますね。はい、ああ、なるほど、はい、確かに。しかし、ボルカ一戦。トロさんの動きが切れてますね、切れてます。もう、ここまで来ると、多分ソルあんまり無理しなくていいはず。そうですね。ミリア側が、あー、深く行ったところ、これは減る。しかしゲージ、あー、ガーデンがあった。ガーデンが、あー、そう、ゲージあるとこの打ち目されるからもうきつい、きつい。さあ、押しでマッチポイント。ブリンガ、やっぱりワンチャン力がね、ミリアは。そうっすね、はい。さあ、この対決確認している。素晴らしい。シャガイス、うわ、うますぎる、うん、バスを吐かざるを得ない。ガンフレイン、さあ、この状況がめちゃくちゃきついソル。そうっすね、うん、もうミリア側にもかなり潤沢にゲージがあるんで、何でもいいよという。そうっすね、もう牽制のプレッシャーが半端ないですね。うわ、食らえないですからね、ほんまに。はい、あ、さあ、しかしこれは空投げ、ゲージを入ってコウモリ行く、いいヘリ、あー、ガーウィンが、これ多分無理。ちょ、なんでこの技跳ねるんすか。さあ、そして
うわ、走ったか、投げて、これはミスらなければ死にますね。素晴らしい。勝ったのは惜しげ。いや、まあ、惜しげさんが勝つと今日も拍手まばらなんで。じゃあ、2人もらいましょうか。はい。